19日放送のカンテレフジテレビ亭開けパンドラの箱アンタッチャブル TV 毎週火曜あと9時では4月1日に GTO リバイバルが放送されるのに先駆けて98年版 GTO に出演していた反町隆史、山崎裕太、久保塚洋介、小栗旬がリモートで GTO 同窓会を開催した。当時社会現象を巻き起こした大ヒット学園ドラマ GTO に出演していた反町、山崎、久保塚、小栗が当時の撮影エピソードなどこれまでに明かされなかったパンドラの箱を開く。スタジオでは野生爆弾のクッキー、滝沢カレン、峯岸みなみ、矢切加子、山崎がその様子を見届けた。